ジョージ・フィッツ・ジェラルドジョージ・フランシス・フィッツ・ジェラルドはアイルランドの物理学者。専門は電磁気学で周波数の大きい交流電流が電磁波を放射することをヘルツの実験に先駆けてマックスウェルの方程式から理論的に予言したりローレンツと共に光の反射、屈折の理論を同じくマックスウェルの方程式から導くなど電磁気学の理論面での完成に貢献した。 しかしながら、フィッツジェラルドの名前は、マイケルソン・モーリーの実験の否定的な結果を説明すべく、ローレンツと独立に導入したフィッツジェラルド、ローレンツ収縮仮説で広く知られている。これは厳密には正しくなかったが、後にアインシュタインの特殊相対性理論において異なる解釈を与えられ、彼は相対論の先駆者の一人とみなされることとなった。このか。 彗星の尾はなぜ太陽と反対側に伸びるのかという問題に対して尾は小さな粒子からなり太陽からの光の圧力を受けるとする説により初めて説明を与えた。また初めて電子という言葉を用いた物理学者ストーニーの尾にあたる。フィッツジェラルドは1851年当時イギリスの植民地だったアイルランドのダブリンに生まれた。家庭で教育を受けたほか プールの妹から個人指導も受けた。16歳でダブリンのトリニティカレッジに入学し、卒業後も数理物理学の研究を続け、そのままフェローを経て教授となった。古典物理学がほとんど完成に近づいていた当時、波動である光は何らかの倍質を伝わると考えられていた。エーテルと名付けられていたその仮想物質は光が真空を伝わることから、 あらゆる空間に充満しているはずだった。1881年、マイケルソンとモーリーは共同で地球がエーテルに対してどのように運動しているのかを検出するための実験を行った。互いに直角なに方向で高速度を測定したが、エーテルに対する地球の速度の影響は検出されなかった。この実験結果を受けてフィッツジェラルドは1889年、大電物体が 電磁場中を移動すると、気電気力が変化することから類推し、物体がエーテル中を移動するとき分子間力が変化してその物体が変形するのではないかと推測した。そして、それによって、高速で移動する物体は移動方向に長さが縮み、高速度の変化が見た目上は現れないのではないかという仮説を立てた。彼は移動速度が物体の物理的な大きさに どう影響するかを表す式も提出した。これは当初あまり注目されなかったが、1895年にローレンツが同様の仮説を発表し広く知られるようになった。1901年にフィッツジェラルドが死去した4年後、アインシュタインは特殊相対性理論を発表した。その中でフィッツジェラルド・ローレンツ収縮は物体の変形ではなく空間そのものの収縮という、 新しい意味を与えられた。ありがとうございます。